お二人にお伺いしたいんですけれど、講師になろうと思ったきっかけは何だったんですか？じゃあ私からですけどね。もともと自分はなんか講師になろうっていうよりはもう大学に行ってる頃からもアルバイトとかで、まあ、その大学受験とか、まあ、東大入試とかそういうところのまあ予備校のまあ講師みたいのをやっていて、もともと人を教えるっていうのがまあ好きなところがあって、でそれでまあ弁護士になって、まあ、本当に縁があってそのレックの方でまあ入門講座を担当するようになって、でそれでまあ今に至るっていう形なので、まあ、きっかけというよりはもうむしろ なるべきしてなったのかなっていう、まあ、そういうところはあるのかなっていう気がします。森先生は、はい、私はそうですね、私も高校生の時とかはやっぱり予備校講師、まあ、自分が大学受験の時に、こう教わってた予備校講師とかがやっぱかっこいいなってちょっと思って、そういう憧れはなんとなくあったんですよ。でだからまあ大学卒業した後は、まあ、塾講師とかもやってたんですけど、で弁護士になった後まさかでも司法試験の予備校講師ってなんかすごいまあハードルが高いイメージがあって、そんな誰でもなれるものじゃないから、なんか漠然と憧れはあったけど、まあ、なれるわけもないと思ってたから目指そうとも思ってなかったんですけど、ただレックで募集があるっていうのをちょっと話を聞いて、まあせっかくだからと思ってその所属してた事務所の方にもちゃんとお伝えして、まあ両立する形でちょっと始めたい、まあ募集してみたいって言って、まあそういう気持ちで、まあダメ元で募集したらなんとなることができたということで、まあそれで今やらせてもらってるっていう感じです。はい、ちなみに赤木先生は？一番最初のきっかけは妻が勝手に履歴書を送ったっていうのがスタートだったんですけど、まあそれ半分冗談なんですけどね。実はまあ受験時代から、まあ当時大学の図書館とかで司法試験の勉強してまして、まあそこでやっぱ他の、まあどことは言いませんけれども、まあ塾の勉強の仕方ですね。まあそこをなんか文章を丸ごと暗記したりとかそういうのをこう推奨したりってなんか違うやろっていうのはずっとこう受験時代から思ってたんですね。で、それでまあもし、まあ、講師になれるかどうかわからないですけれども、まあ、なったら本物のこう法学の指導というか、そういうのはずっとこうやってみたいなっていうのはあって、で、まあ、たまたまそういうきっかけもあって、最初はまあよその予備校だったんですけれども、そこでまあスタートさせてもらって、で、その後、まあ、ちょっといろいろあって、レックに来させていただくことだったという、まあ、こんな経緯でございます。なるほど。